リング上は休憩時間は今日ありませんので、リング消毒が行われます。1022大阪エディオンアリーナ第2競技場大会生放送生中継でお送りしています。ハイアグラウンド2022です。あれアフロのおファンキーエクスプレスが、はい、まあ、仙台ではねペロスがね、そうなんですね、あの丁寧なね、はい、リング消毒してましたけど今日はファンキーですね。今この若手選手を中心に欠場選手が多数出ているこのノアですので、こういったこのベテラン選手も消毒作業に加わっております。米津選手、はい、手際がいいですね。そうですね、さあということで前半戦が終わりましたけれども、清宮選手ここまではいかがですか。いやー、これで前半戦なのかというそうですね、はい、本当この充実ぶりがすごいですよね。いろいろなことをなんか感じれる前半戦でしたね。さあこれから試合は後半戦に入っていきます。後半戦はこの後 GSC ジュニアタッグ王座、今空位になりました。 GSC ジュニアタッグ王座の決定戦が行われます。小峠敦、大原はじめ組対吉岡聖輝、進む優也組、この両チームによって GSC ジュニアタッグ王座が争われます。勝ったチームは第48代ジュニアタッグ王者チームに認定されます。まあ、これ井上さん、はい、この GSC ジュニアタッグ王座決定戦はともに元王者の対決なんですよね。そうですね、しかもね、因縁という意味では昨年ね、はい、小峠大原がね、原田大原が持ってた GSC ジュニアタッグを取ったのが吉岡進、はい、でその吉岡進からベルトを取ったのが小峠大原なんですよね、そういう意味ではそのね、ノアジュニアの複雑な因縁がまたここでね、一つ表舞台にね、王座決定戦という形ですけども出てきた一戦ですよね。そうですね。さあそしてセミファイナルでは丸藤田中雅人組対杉浦隆史桜庭和志組のタッグマッチ、さらにメインイベントでは GAC ナショナル選手権剣王対船木正勝の決戦が行われることになっております。さあということで消毒作業は続いていますが、まもなく後半戦に入ってまいります。後半戦は3試合です。